を果たそう。昔の話を少し用意しておいたから。もちろん、でも大した話ではないかもしれない。エレンとアルミンは幼なじみで、だから私たちはいつも一緒に遊んでいた。近所には他にも子供がいた。悪いやつも悪くないやつも、とにかくたくさんいた。アルミンは外の世界に興味があったから、そのことで他の子供にいじめられることがあって、そうするとエレンが飛び出していって、アルミンをかばってよく喧嘩していた。エレンは熱くなるとすぐに突っ込んでいく。今もそうだ。だから私がエレンを助けてあげないとダメで、たまにハンネスさんも、ハンネスさんは駐屯兵で、よく昼間からお酒を飲んでいて、それから。そう、ならそうさせてもらう。こういう話をするのは初めてだから、頭に思い浮かんだことをうまく伝えるのが難しい。だけど次はもっとうまく話せるようにする。